金儲けやとか、またなんかそういうのも言われるのも嫌だったし、もう YouTube とかではなくてですね、もうこうインスタライブでいいかなと思って、インスタライブしてます。はい。で、まあいろいろ憶測だったりとかね、いろいろ飛び交ってたんですけども、ただ単純に本当にまあ X の投稿をしたんですけど、僕もちょっと過去にね、精神的にちょっと参ってしまった時期があってね、はい、まあ、その時に、まあ、それもポストしたことですけど、藤本さんに助けていただいて、偶然ね電話かかってきてっていう部分でっていう過去があったので、まあ、正直結構前からもちろん岩橋君の X は見てましたし、ずっと心配はしてたんですけども、うん、もっと早く目にこう電話もしようかなとか思ってたんですけど、まあちょっと昨日とかかな、結構バーって岩橋くんがこう X やってる中で、これ本当にちょっと本当に大丈夫かなって心配になってね、自分の中で考えて、今日ちょっともう電話してみようと思って電話をさせてもらったんですね。うん、でまあ岩橋くんは出なくて、はい、でまあ、留守電にもならなかったかな、トゥルートゥルって鳴らして出なくて、でまあそら出ないかと思って電話を切って、その5分後ぐらいかなに、まああのようなツイートですね。はい、それに関してまずなんですけど、岩橋君のあのツイート、僕に対してのツイートっていうのはもう何にも皆さん責めないでください。はい、もうこれもうしょうがない。うん、もう今多分まあ会ってもないし喋れてもないので、状況はわからないですけども、相当大変な状況だと思うんですね、僕が思うに。なのでその仕方がないって本当に心から思うんで、だからそう、それも伝えたかったのが、なんか僕カジサックがかわいそうやってね言ってくれる人もいるんですけど、それを岩橋にぶつけないでください、絶対にお願いいたします。僕はもう基本的に別に何言われても大丈夫なんで、今の状況の岩橋くんに対して、そのようなあのツイートポストに対して、まあ、誹謗中傷的なことをするのは、やめていただきたいなと思います。はい、で、まあ、僕はそれ見たんですよ。でなるほどってなって、うわーもうまず本当に申し訳ないことしたなと、まあそう言われても仕方がないでしょうし、僕もやっぱ YouTube やってますからずっとでね、しょっちゅう遊んでたかって言ったらそんな中ではなかったです、正直。はい、ただ一応ね先輩としてなんかこう、うん、できることないかなと思ってちょっと電話してしまったという部分で、だからあのツイートを見た時に、うわ申し訳ないことしたと、ほんまに。はい、ただまあ内容がねちょっと内容だったので、あのまま僕が何も行動しない、行動というかアンサーを出さないと多分また憶測がめちゃくちゃ広がって、おそらくね電話も出てたってなるでしょうし、電話でまるで僕が YouTube 出てくれへんとかなんか言ってるようにも多分捉えられると思ったので、そこだけはちょっと訂正させてもらいたいと思ったから、自分の X であのような、ポストをさせてもらったということですね。はい、それがもう全てです。はい、なんでもうとにかく心配ですね、今もなお心配やし、まあおそらく岩橋サイドからすると、いやいやお前なんかに心配なんかされんでええねんって なると思うんですよ、なると思うんですけど、やっぱり自分がちょっと過去にそういう精神的に参ったっていう部分が経験してるんでね、だからこそ、うん、心配したっていう感じなのと、まあ、あとは相方の金光くんですね、もう大丈夫なのかなっていう、申し訳ないです、はい、っていう感じかなって言ってたらね、なんか夜に対処みたいなニュースも出たりしてましたけど、はい、っていうか
感じですね。だからなんせ、岩橋君に対してですね、なんか何も言わないように皆さんよろしくお願いいたします。うん、なんか全然聞きたいことあったらじゃあ答えましょうか。コーヒー飲んでる。はい、コーヒー、これブラックコーヒー飲んでます。トンボさんいるね。え、トンボ見てんの。シャカリキ頑張れよ。はい、カサック白髪染めとかしてますか。髪の毛が綺麗。白髪染めしてないですね疲れてますか。いや疲れてないです、全然。やっぱりね、このインスタライブってパジャマ着てこられるとね、やっぱりまったりまったりモードになるんですよね、なんか。はい、ゲンさんも見てますね。ゲンも見てんの。吉本の圧力って未だにあるんですか。ないですね、吉本の圧力。うん、僕はないと思います。とりあえず知らないんでね、その芸人だけでも何人おんねんちゅう話やし、社員さんだけでも、うん、なんでなんか圧力みたいなものは僕はないと思いますね。はい、顔が疲れてますよ、寝てください。そういつも言われねえな、目の下のクマが。あ、僕ね、これ嫁さっくん言われますけど、クマ取りやってほしいってね言われるんですけどね。結局岩橋さんとは話はできてないのですか。はい、できてないです。でこれ以上僕からしつこく電話もしないですし、一回だけ電話させてもらって、で出なくてっていう状態から一回もかけてないですね。はい、多分もうしばらく、うん、わかんないですけど、かけない方がいいかなと思ってるんで、かけないですね。うん、はい、かんちゃんとの動画良かったです、ありがとうございます。今はそっとしておくのがいいですね。そうですね、はい、まあちょっとボソもしたんですけど、そばにね、本当に岩橋くんが信頼できる人がいてくれてると信じて、そこを信じてそっとしてしとっとしておいた方がいいと思いますね。もしもそういう人がいなかったら、ちょっと僕本当に危険だと思うんで、誰か いたらいいなって。それは間違いなく僕ではないのでね、はい、岩橋くんが信頼できる人が、はい、近くにいたらいいなと思います。毎週キングコングで西野にいじられそう。あ、この問題はどうだろうね、いじりづらいと思いますけどね。難しいと思いますよ。まあもしそれでいじられて笑いになるんだったら、全然何でもいじってもらってもいいんですけど。解釈男気ですね。もうそんなん僕別にね、どうでもよくて、男気とかなんかね、それこそ好感度がとか言われるんですけど、マジぶっちゃけどうでもいいです、その好感度、それに関してね。好感度狙いとか、その金目当てとか、もうそのマジでどうでもいいです。はい、もう何にもないです。何のもちろん計算もないし、ただ心配が電話したっていうだけでね。はい、うん、心配ですよね。心配ですよ、そりゃやっぱりね。とはいえ別に全く会ったことない人間なんかさ、そうじゃないんで、もちろんね、カジサックのチャンネルにも2回、出ていただいて、そしてプラスマイナスのチャンネルとの一発目かな、確かあれ一発目ではなかったか、コラボとかさせてもらったりなんかして、何よりもね、本当に1回目出てくれた生配信、未だに僕は鮮明に覚えてます。めちゃくちゃ面白かったし、もう何より M1 敗者復活終わりで本当にむちゃくちゃ受けたのにもかかわらず2位で決勝行けなかったっていう敗者復活、その後にね、もう僕が無茶言うて連絡させてもらって、出てくれないですかって連絡したら、まさかの来てくれてね、生配信今もアーカイブ残ってますけども、めちゃくちゃ面白いとか、関係性はね、それなりにあったとは、まあ連絡先も知ってるということなのでっていう感じですね。うん、善意が悪意に取られがちな昨今、それもぶっちゃけどうでもいいんですけどね。その別にそれが悪意に取られようが、どうせそれ、一連の流れを悪意と取る人なんて
もう何を言っても無駄だと思うんで、はい、ただじゃあなんで今このインスタライブしてるのっていうと、まあ少なからず僕を応援してくださってる方がちょっと心配してたりするのかなとか、僕の口からやっぱりどういう流れだったっていうのは伝えた方がいいかなと思ったんで、これで話してるということですよね。はい、なので無理なんですよ絶対に。もうそのうん、そういう時代かもしれないですけども、はい、もういいんじゃない。まあね、うん、優しいのはいいけど今は違うぞカジサック、うん、どうなんでしょうね。今は違うぞっていうのもちょっと意味わかんないですね。僕はどういうことでしょうね。今しかなくないですか。今日 X があって、あのやり取りがあって、まあ、もちろんこうなるとは思ってなかったんでね、僕も本当に電話しただけなんで、しかも喋れてないのでね。でもやっぱりその説明はねいると思うんで、今じゃなければいつするんでしょうね。うん、何回も言いますけど、これしてる理由はさっき言ったことですからね。はい、海作さんはいつも行動早いですね。どうですかね。俺今回自分の中でだいぶ我慢したつもりなんですけど、我慢っていうかその電話もっと早くしてたらよかったとか思ってたんですけど、にしても早かったかもしれないですね、こうなってしまったってことは。はい。ヒカルさんにいじられますね。まあ確かに会った時にはいじられるかもしれないですね。ヒカルさんは無敵なんでね、その辺は。うん、聞く耳ない人に何言っても仕方がない。視聴者は解説っ子の思いやりと分かってます。ああありがとうございます。うん、だから変に別にこのインスタライブを岩橋君に見てほしいとかそんなの1ミリも持ってないんで、変にあの皆さんも全然それこういうのを岩橋にとか思わないでくださいね。僕はあくまでもあの何度も言わせてもらいますけども、あの自分を応援してくださってる方のためにちょっと説明しておきたいなと思ってしてるだけなんで、うん、なので僕のこの思いとかを岩橋君に届けたいんだっていうライブではないんで、全く1ミリもそういうことじゃないんで、今は先ほど言ってたように多分そっとしておいた方が絶対にいいと思うんで、はい、っていうのが本当に素直なあれですわ。このライブも何か言われちゃうかもね。どうなんすかね、このライブ言われたら別にいいっすけどね。別に僕何言われてもいいっす別に。ただ何やろ、例えば自分の仲間だったりとか、家族だったりとかに対してのなんか来たら、もう圧倒的に圧倒的にじゃないか、戦いますねそれは。僕個人だけで言ったら別に全然大丈夫です。えらいもん慣れるんすよそういうのって本当に。うん、あと自分が悪かったらね、自分が悪いと思ったらもうちゃんと謝りますしね。そういう意味では悪かったかもね、ちょっとね、やっぱりこのタイミングで電話するのは違うかったかなっていう後悔はしてます。うん、そういう意味ではちょっと申し訳ない、だから、まあ、あのポストでも謝りましたしっていうのはちょっとあったかもしれないですね。うん、芸能人って本当に大変ですよね。みんな大変っすよ、もう芸能人だけじゃなくてね。その分タレントさん芸能人はいい思いもしてるんじゃないですか、わかんないですけど。うん、はるちゃんおめでとうございます。そうなんですよ、はるちゃんおめでとうなんですよ。うん、まあ話せてよかったです。なんでこのことをねインスタライブでちょっと軽く話したいなと思ったんでやったって感じですね。はい、なんかでも心配ですね本当。吉本となんかまたなんかぐちゃぐちゃになりそうやもんな。うん、しょうがないもんなこれな。うん、福岡でオフ会してください。確かにいつかね九州、まあでも九州でやるとしたら熊本かな。やっぱ僕番組解説のじゃないとって番組をもう約5年やってるんで、やるとしたら熊本かなって感じですね。アーカイブ残しますか。これ残さないです。残し方も分かんないんで、僕もう1個しか知らないんで。
保育士も本当に大変、保育士も絶対大変、本当にいつもご苦労さんです。はい、自分の気持ちをまっすぐ話ができる患者さんすごいです。そんなことないですよ。でも もうこれが取り柄かな。それで言うと本当に正直に話すっていうで、時に正直に話しすぎてプチ炎上かますっていうのがもう梶原裕太梶作なん でそれはもうしょうがないですよね。もうこれ性分なんで僕の、うん、嘘はつかないっていうのはもう絶対ルールとしてですね。何時に寝る予定ですか？僕いつもさ、だいたい5時とか6時ぐらいですね。ブレイキングダウン11を見ましたか？見ました。ちょっとリアルタイムでは仕事で見れなかったんですけど、ペーパービュー買って追っかけ再生で見ました。嫁サッコは寝ました。寝てます。でもたまにね、そうやって起きてきて夫婦時間取ったりとかするんですけど、はい、炎上するのも知名度必要ですからね。まあまあ確かに、うん、まあ別に嬉しくはないですけど、でも嬉しくはないけど、まあありがたくはちょっとありますよね。なんかこうそこでこう僕に対しての誹謗中傷があるとはいえ、うん、どうでもよかったらしないでしょうからね。うん、それも本当に正直そう思いますね。もうあのようなことで僕何にも本当1ミリも傷つかないんですよ。うん、それは本当にそうなんでね。いつか名古屋でオフ会してほしい。名古屋もいいですね。やっぱりトンボの愛知県実家もありますし、いつか名古屋もいいですね。え、5時に寝とるんですか？はい、そうなんですよ。5時とか6時ぐらいかな。で、だいたい11時ぐらいに起きてみたいな感じですね。オフ会楽しみ、ありがとうございます。頭痛は落ち着きましたか？いや、これちょっと偏頭痛持ちの人もわかると思うんですけど、この1週間ぐらい何回もありませんでした。めっちゃしんどかったですね。何回もあった偏頭痛。広島はなしですか？いや、広島もいつかやったかやりたいです。やっぱりそのチーム会サックの故郷みたいな部分で行くと、やっぱりそこは行きたいなっていうのは思いますよね。広島で言うと嫁サックそうやし、ね、名古屋で言うと、吉富とトンボもそうですしね。まあ安崎は東京なんですけど、まあ、常は大阪で、今度大阪やるでしょ。うん、順が確か岩手かなとかだったりすると思うんですけど、リオちゃんが山梨でみたいなことかな。低気圧でずっとひどくなりますよ。そうそうそう、なんかもう寒なったりあったかなったりしてるでしょ。今天気も悪いし、俺3日連続ぐらい偏頭痛ひどかったっすね。インスタライブは何時までの予定ですか？そろそろ終わります。はい、活躍メンバーブレイキングダウン出ませんか？出ないですね。出ないです。出たとしても受からないです、絶対誰も。はい、もう僕たちのブレイキングダウンは一度やったラフィングダウンで終わりました。はい、っていう感じですね。はい、すいません、まあ、短いとはいえ20分ぐらいだったかな。なので、今日僕が皆さんに伝えたかったのは、今日のこの X での流れですね、岩橋君との流れは、まあ、こんな感じだったということですね。で、最後にもう一度言わせてください、このインスタライブを受けてですね、岩橋君のところに行って何か言うとか、はたまた今日のあのやり取りに関して今からでも、何かを言うとかはやめてください。よろしくお願いいたします。僕はもう全然大丈夫なんで、何言われてもね、そういう部分では岩橋君にだけは今ストレスを与えないように、ぜひしてください。よろしくお願いします。そして、心配をかけてしまって申し訳ございませんでした。ちょっと勝手に動いてしまいました。勝手に電話をしてしまいました。結果こうなってしまったんでね、ちょっと反省しております。はい、っていう感じなんで、またね、明日も、明日動画おもろいですよ。僕いつも固定コメントをさせてもらってるんですけど、メインチャンネルのとこ一番上にね、そこにも軽く触れてますけども、明日芸人トークでついにあの方々が来てくれると、いうふうに予告はしてるんですが、めちゃくちゃ面白いのでぜひお楽しみにということで、ございます。はい、ではまたインスタライブもたまにしようかなと思いますんで、
よろしくお願いします。皆さん、おやすみなさい。今から仕事します。